キャスコアマイナス1、キャスコアマイナス1クラスヌイ・インジェネル、キャスコアマイナス1クラスヌイ・インジェニエールロシア語は、ソ連の航空機設計者、ニコライ・イーリー・チカーモフと、ニコライ・キリー・ロブチスクルジンスキーが開発した KO とジャイロ。名称は、両者のせいに由来する開発グループ名、キャスコアから付けられた。なお、キャスコアマイナス1は、単に、 キャスコーアと呼ばれることもある。また、キャスコーア、キャスコース -1 と表記されることもある。1929年9月25日に初飛行を行ったキャスコース -1 は、ソ連発のオートジャイロとなった。オートジャイロは、固定翼の飛行機と、回転翼のヘリコプターの中間的な機体で、この先進的な航空機は、人類の進歩を標榜する、共産主義にちなみ、 クラスヌイ・インジェネール、赤い技術者と名付けられた。初飛行は、イバーン・バシーリエビチミヘイフの操縦によって行われ、後部座席にはカーモフ本人が登場した。飛行継続時間は、せいぜい80秒であった。機体には、クラスヌイ・インジェネールの文字とともに、キャスコアのベルト両トという文字が書かれていた。ベルトトは、現代では普通、ヘリコプターのことを指すが、 ここで言う、ベルト両トとは単に直訳的な垂直上昇する航空機、あるいは渦巻き航空機という程度の意味であろう。キャスコーアマイナス1はオートジャイロであり、当時はまだ現代で言うところのヘリコプターは存在しなかった。キャスコーアマイナス1はスペイン人のファンデラシエルバの開発したイギリスのアブロシエルバ製 C8 から寸法特製。 機体設計を全面的に参考していた。C8 は1926年に初飛行したオートジャイロモデルで C8 リトル MKE または油617と呼ばれる派生型は1928年にイギリスからアメリカ合衆国まで大西洋横断飛行を成功させ注目を集めていた。C8 を参考にしたキャスコア -1 ではそれ同様回転翼。 支持プロペラは、付随的に回転するもので、4枚の羽を持っていた。それらは垂直及び水平の調子外を有し、回転時の振動を抑えるためのロープで互いに、繋がれていた。それらは、下からの高速装置は、持っておらず、静止状態においては、上から干渉用のゴム紐で吊り下げられることにより、水平に姿勢を保たれいた。キャスコーアマイナス1の機体は、 国産の軽多目的副用機である U-1 のものが利用された。U-1 はイギリスのアブロ 504K を元に開発された航空機で1923年より多数機が赤軍航空隊に配備されてた。U-1 は1932年には前機が退役したとされており、キャスコーア -1 が開発されていた1920年代末には すでに旧式の機体であると言えたが、キャスコーはマイナス1の元となり大きな成功を収めた C8 リットル、アブロ611もアブロ 504N の機体をベースに開発された機体であったので、設計者たちはアブロ機のコピーである U-1 の採用に抵抗はなかったものと考えられる。また、エンジンには U-1 に搭載されたのと同じ120馬力の M-2、 が選ばれたが、これは他に適当なエンジンが、調達できなかったからというだけではなく、u 1に搭載されていたエンジンが、キャスコア -1 とも相性が良いであろうことも、期待されての採用であったと考えられる。しかしながら、この非力なエンジンは、キャスコア計画の足を引っ張ることとなった。このソ連発のオートジャイロにおいて、設計者たちは、大きな困難や。 不足の事態に出会い大きな努力の対価を強いられ、成功と失敗の経験を積んだ。1929年9月1日に行われたエンジンに関する最初の地上試験では、回転翼は、機種プロペラの気流により回転を始めたが、何故か、回転翼の水平面でいくらか速度が変わった結果、統制装置は混乱せられ、回転翼自体も損傷した。そこで、 最初の統制装置 U-1 の形状は変更された。以降すべてのソ連製オートジャイロでは、統制装置は背を低められ、後方へ延長された。だが、プロペラの噴射推進の瞬間、機体は脇へ放り出されてしまった。そこで、右主翼下に 8kg の2を積むよう変更されたが、それでも、やはり速度差は残った。損傷や事故は頻発し、 設計者たちはこの問題はすぐには解決できないということを学んだ。しかしながら、10月12日には、キャスコアマイナス1は転覆事故を起こした。機体は離陸せぬうちから、機首から地面に突っ込んでひっくり返り、大破した。幸いなことに、操縦者たちは怪我で済んだ。修理と回収作業の後、試験は続けられた。1930年には、 キャスコアマイナス -1 をベースに、ソ連の若い設計者たちはより能力の高いオートジャイロ、キャスコアマイナス -2 を開発した。これは大破したキャスコアマイナス -1 を修復したもので、より強力なエンジンが搭載された。翌1931年までの間に90回の試験飛行が行われ、最大飛行継続時間は28分を記録した。キャスコアグループには、 ノボチェルカスク工業大学の学生であったミイル、レオオンチエビチ・ミイリも見習いとして参加していた。彼はその後カーモフが開設したカーモフ設計局と共にソ連を代表するヘリコプター設計局となったミイリ設計局、ヒでは見る設計局として知られるの開設者となった。キャスコーア -1 は成功策とはならなかったが、 その後のソ連のヘリコプター氏の礎となった機体として記憶されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。